とか服いっぱい買ったんで紹介します。購入品紹介。ネットでルルっていうなんかサイト来たかったけど、この動画撮るために全部開けずに待機してた。じゃあ最初韓国のやつやと思ってたけど、韓国系のブランドじゃなかった。なんか可愛い名系のブランド。なんかサムネさ、サムネを撮らなすぎて撮ることをしようと思ってなんかやるけど、いざ撮るとなんか分かれへん、どういう感じで撮っていいか分かれへん。サムネを、サングラス、ここのさ顔のさバカスとかシミって目から入る紫外線でなんかできるって聞いたことあるんだけど、でもサングラスな、ルカワのユーカのくせになんか変装してると思われるのが恥ずかしくて、なかなかサングラスつけられへん。届くめちゃめちゃ時間かかるんかなって思ってんけど、すぐ届いた。リンゴ酢最近ハマってる。何個か着るわ。パンツなんかこのくすんだ変な色好きやねんな。うん、これかわいい。ちょっとバリ女って感じ。サンコイチの撮影で結構 T シャツとか多かったから、かわいい服とかわいい髪型しようと思って最近頑張ってるんですよ。でもポニーテールしか自分でできひんから、ポニーテールばっかりやけど。水着、うん、かわいいやん。お腹がすぐ水とか飲んだだけでめちゃめちゃ出るタイプやから、海行く日とか朝ごはんとか我慢したりすんねんけど、無理すぎるからもうこういうやつを今年は着ました。これかわいいよな、水着。うわー、水着着たい、海行きたい。ちょ、誰か行きませんか、私の少ない友達の人たち。海行きたいな。なんかこれ結構、あ、結構さテロンテロンじゃないわ、全部が全部ワンピースみたいな、中にこのテロテロ入ってる。紫、あんま着ることのない紫。っていうかほんまに春服結構さ、前の何購入品紹介みたいな動画でさ、春服地味にさ早く出たいな外みたいな感じで買ったのに、全然出番なく夏服になっちゃった。これ色違うっけさっきの。あ、まあ T シャツは普通に使うし、結局 T シャツ好きなんで T シャツ白。この白 T ばっかりで色物の何 T シャツがなさすぎるから欲しいねんな。この色何個持ってんのってぐらい持ってんねんけど、まあスカート、え、結構あれかも、結構買ったかも。最後に何個か着る、何個か。これやっぱかちょっと可愛すぎるかな、可愛すぎるかなと思って買ってんけど、可愛すぎるかな。ワンピースロングの、でもなんかこっち系の形はお腹に紐ついてるやつ、キュッてやったら誰でも細く見える気すんねんな。これ好き、こういう形。可愛すぎ、いける。え、髪の毛オレンジにしたいねんけど、どうも。ちょっと可愛いルームウェアみたいな、パジャマみたいなやつやねんけど、普通に上が緑のこれで下がこのパンツみたいな、可愛くない。普通にルームウェアやねんけど可愛いなと思って買いました。以上、この色可愛すぎひん。どう、ルームウェア、可愛いルームウェア、緑好きやねんな。こんな、ゆうかってこんな顔やったっけ。まあいいや、こんな感じで普通に可愛いルームウェア。ダンダン、可愛すぎ。服どう、足の裏かがんだって。ほらこの形やっぱ着合わせして見えるから好き。休日犬を散歩する女って感じ。可愛い服ちゃん、でっかいな、こう見たら。服、あくびすな、こんな感じ。でもこれ可愛いよな普通に。どう、あ、なんかチェックって絶妙やけど、これ可愛くない。上もさっきのやつこんな感じ、いつもみたいにこれにスニーカーって感じ。どう、何してんの、なんか一人で遊んでる。うん、これなんかさ、もう一個なんか黒のトップスあったから、それも着ようかな、ついでに。でも普通に可愛い、可愛くない、これ。なんかがたい人でも着れる系のやつかもしれない。終了。終わり。終わり？うん。終わりです。あ、そう、でもほんまに。何も喋ることないわ。終わり。福ちゃん。ベッドに線取って。食いちゃうね。